今月31日に告示される県議会議員選挙を前に、金沢市内では候補者のポスターを貼る掲示板の設置が始まりました。議員定数の見直しにより県議会議員選挙は前回から定数が2つ減り41となっています。今日は選挙管理委員会から委託を受けた業者が金沢市役所前の植え込みに候補者のポスターを貼る掲示板を立てていきました。掲示板は高さ2メートル15センチ、幅4メートル55センチで、金沢市内の597箇所に設置されます。県内全体では3045箇所に設置される予定です。まあ、一人でも多くの方、特に若い方には、県会議員、市会議員ということで、まあ、地元の、身近な代表を決める選挙でございますので、ぜひ投票に、非常に足を運んでいただきたいと思っています。県議会議員選挙は今月31日に告示され、来月9日に投開票が行われます。